すぐ動かなかったもん。勝つと思ったんで。お待ちしておりました。びっくりした。今年初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうですかね、今日の勝ち方は。今日は、やっぱ種市頑張ったですね。そうですね。球数、本当は80球、85ぐらいまでかなと思ったんですけども、ゲームの展開見たらやっぱ5回で変えちゃうと絶対ゲーム動くなと思ったんで、3分の2は投げてほしいと思ってあそこ頑張って、102球だったかな。そうですね、助かったです。もっと120ぐらいまでいってしまうかと思ったんで良かったです。新加入のソト選手も勝負強いバッティングを、 あれも助かりました。あの打順の並べがやっぱ外が打たないと点入らない並びになってるんで本当に打ってくれました。ベテランの荻野選手も味がある。荻野は本当に出るときはもう全力でやって頑張ってほしいなと思ってます。また先は長いですけどよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。今日休みやったのにご苦労様です。ありがとうございます。出てきてよかったです。はい、今日はどんな曲を聴きましょうか。これはアップルミュージックの歌謡曲っていうやつ。ああ、そういう歌謡曲いろんなものが混ざってるやつですね。うん、今かかっているのはオフコースのさよなら。ちょっと今日にふさわしくないけど、中学校の頃流行った歌ですね。オフコースですね。はい、